皆さんこんにちは、デミールです。アニエロです。ということで、はい、今回は丸くじをちょっとだけやるのと、うん、あとは届いてもうずっと放置してたものを開封したいと思います。邪魔だったよ、ごめんね。来ました、丸くじさん。丸くじさん、うん、5回ですね。5回選べるよ。どうしよう。え、すごいこれ。いっぱいあるじゃん。いっぱいあるんだけど、場所が。ここ困るじゃん。こう一番最後と。あと2枚選んで。反応しない、生きてないんじゃない。やっぱりあーやっとったじゃん。これじゃあ行きますよ。いいよ、くじを開く。おあ、サトルンのユウジくんのアクスタと、うん、ほうほう、サトルンの缶バッジ。待って、野原ちゃん欲しかった。いないよ。いないよ。あの強い強い心を持ってやめる。うん、続いてはファンパレ開けてきます。箱が可愛いね。あ、サトルさんはこちらにいるのね。うん、ファンパレ初めてオンラインで買ったね。そうだね。うん、いや楽しみにしてたんですよ。何も入ってないみたいな。まずはこちらです。クリアカード開玉玉折。こちらが、1パック入りで全16種となっております。なんかこのカードちっちゃいのかと思ったらめちゃめちゃでかいんだけど、うん、いいね、なんか想像と違った。さーて何が出るかな。当時秋今冬、秋です。秋の当時祭り、果たしてやってくるのでしょうか。まずは1枚目いきます。はい、せーの。あー、あ、かわいい。え、めっちゃキラキラしてるんだけど、かわいいね。うん、下敷きみたい。なんか、うん、かわいい。もっとすごい小さいカードなのかと思ったら、うん、すごい大きいカード。みなはあなたの手のひらのサイズがわかりません。そうだね、うん、とりあえずなんか大きい、何サイズなんだろう、想像と違った、うん、ということで、はい、いいよいいよ。まあとりあえずまだ1枚目ですからね。そうね、当時くればいいんすよ。ということで、うん、2枚目いきます。はい、せーの。あー、やった、当時祭り、当時祭り開催できた。え、めっちゃ綺麗、いいじゃん、やった。勝手にさ、うん、なんとなく来ない気がしてたの、最近の感じだと。はいはい、当時くん来ないじゃん。うん、ということで3枚目いきます。はい、あとはかぶりがなければいいね。うん、せーの。わあ、これもあったんだね。とりあえずコーラ、とりあえずコーラ、斬新です。斬新。これはさ、アクリルブロック買ってなかったから、うん、これでもらえたら嬉しい。そうね、うん、ということで最後の1個は誰か。あれ、まだある。6枚、なんで、え、5枚じゃないの。あ、ほんとだ、びっくりした。まだ数も数えられない。びっくり、数も数えられない。あと2枚ありました。はい、当時が出たから動揺したのかも。いきます。はい、せーの。あー、かぶってる。16種類でかぶりはやめて。これ姉に1個あげます。可愛いので。これももしかしたら当時かもしれないって思ってるの。あ、それはいい、それ、そうそう思ってる。うん、ということで最後の1個いきます。せーの。あ ー、これはいいじゃん。それいいじゃん。あのハフバのメインビジュですね。うん、いたじゃん、いたし。すごいちっちゃいけどいた。うん、やっぱファンパレいいね。かわいいね。かわいいです。よかった、当時来ました。最高です。続いてはこちら、ボックスで購入しております。バトルキャラアクリルスタンド、開玉玉折。開玉玉折。ボックスで買ったので、ボックス特典、うん、3750円ですね。全部入ってます。あ、もうわらわに、わらわじゃない、あらわ。わらわ、リコちゃん。もう出てた。リコちゃんなのかな、かもしれない。サトルくん、スグルくん、トウジくん、サトルくん。あ、サングラスありなしね。そう、ちょっとこれは組み立てたいです。開封しました。いいじゃん、これかっこいいね、やっぱり。うん、ファンパレグッズ次もさ、ポップアップあるから、うん、結構楽しみ。
続いてはランダム以外で購入したものですね。まずはチビキャラステッカー、こちらがサトルくんとトウジくん購入しております。メタル缶バッジ、ヨルゴジョーさんですね、うん、こちらは前回買い忘れて、なんか再販も買い忘れて、うん、今回ちょっと買いました。あとこちらが購入特典なんですけども、ファンパレのね、うん、こういうのいいよね。なんかね、イラスト可愛いよね。うん、めちゃめちゃ可愛い。この購入特典も嬉しいです、うん、続いてはこちらです。これですよね。待って、特典見えちゃったんですけども、はい、原くん、あ、待って、当時かも、ちょっと待って、うん、いや、これですよ、これ、これなんですってば、これなんですってば、やっと届いたよ、当時くん。これね、夏に使いたかったんだけど、夏終わったよ。夏終わっちゃったよね。終わったよ。最初にこちらですね。缶バッジ全6種類となっております。おそらくね、これは揃ってるんだけど、うん、ただ当時くんを追加したいだけに購入したと思います。あ、当時祭りにしたかったね。あ、そうそうそう、お値段がね605円ですね、こちらが。最近もなんかカフェのやつね、開封したのにまたカフェのやつですよ。ほんとだね。うん、ということで1個目いきましょう。せーの、灰原くん。今光で見えなかったんだけど、なんか真っ白だった。え、と思ったら現実逃避かな、当時だと思ったから。当時じゃないっていう現実逃避じゃない、うん、そうかもしれない。それで無意識に目が多分見えなくなったのかも。マルスを食らってしまった。とりあえず灰原くんです。はい、いきます、2個目、はい、せーの、あー、よっさあ、当時くん来ました。よかったね。秋の当時祭り無事開催しております。確かに開催中。冬がね、怪しいんだよね、当時祭り。あ、いい加減ないっぽい、ないっぽいよね、そろそろ、うん、映画始まるまで当時祭りないかな、ないね、ということで、うん、3個目、はい、いきます、せーの、おー、ななみん、かぶらなかったらいいよ今回は、うん、ということでいきます、はい、せーの、おー、当時祭り始まってる。ありがとう。どうした？やばくない？やばい。当時祭りじゃん。当時祭りなんだけど、最後の一個です。これも当時だったら、うん、当時祭りだね。いや、ありがとうになるね。うん、ということで、最後の一個。じゃあ、久しぶりに行きますか。あれで。当時。珍しい、珍しい、珍しい、本当に当時、本当に当時来たんだけど、珍しくない？秋の当時祭り、秋の当時祭りなんですけど、この缶バッジ何個あってもいいの、何個でもいいの、ね、ねとか言って、いやー、よかったです。これ詰めてくれた人に感謝。本当だね。続いてはやっと届きましたアクリルスタンドです。うん、1430円ですね。ということで、待ちきれずに買った、うん、サトルくん、スグルくん、うん、そして一生買えなかった当時くん、そして夏に使いたかったのに夏終わってしまいました。本当だよ、もう冬だよ、冬来るよ。本当にそう。でもいいの、あの、持ってるだけに、持ってることに、持ってることに意味がある。そうそうそう、よく言う、持ってることに意味があるから、うん、とりあえずかっこいい、よかった。フィジギフだから、うん、寒くないの。あ、そう、寒くないから季節関係ない。続いてはこちらです。座れるアクリルスタンド開玉玉節、こちらの、うん、サトルくんとスグルくん購入しております。お値段が1980円ですね、うん、ということで開封します。この溝にはめるんだ、うん、こんな感じで、お、難しいよ、ここに、おー、こういうことか、考えた人すごくない、うん、で、あ、見て、すごい素敵じゃん。サトルもじゃあ隣に座って、わー、いいね。このアクスタ届いたのにだいぶ放置してたけど、ただちょっと一つ問題があります。何？飾り方が気をつけないとホコリまみれになりますね。確かに難しいね、うん、とりあえずでも可愛い、これはとても、うん、みんなこれ、あの、カフェとかに持っていく方はどうやってますか？私たち初見なので、はい、よかったらコメントで教えてください。続いてはこちらです。最近ね、これ友達から引き取りました、ブニッペです。サトルくんとね、スグルくんで購入しています。ここ親切、めっちゃでかく1130円ですね。見てきましょう。めっちゃ親切、絶対可愛いよこんなの。はぁ、可愛い、とうちの子になったよ、可愛いじゃん。じゃあサトルも見てきましょう、ブニッペ。サトルンは、あー、かわいい、なにこれ、プニプニしてる、ねえねえねえ、なに、どうしたこれ、あれ、くるん、ほんとだ、
せ毛めちゃめちゃ可愛い。何これ、癒しぬいぐるみちゃん。くせ毛が、うん、全体的にくせ毛も可愛い、うん、あのこれ野原ちゃんと、うん、めぐみんと、うん、ななみんも出ます。最後はこちらです、ジャンプキャラクターズストア、うん、おー来ました。わわわわわわ、何買ったんだろう、覚えてない。しかも何個買ったの、わからんということでね、うん、オールスター缶バッジです。17個買ってました。1個400円か、440円だね。え、何の柄買ったとか全く覚えてないんですけど、うん、ちょっと見てこうか。ということでね、まずはサトルくんです。この柄と、うん、この柄と、うん、お、子供買ってると、あ、これね、戦ってるサトルくんが好きなようですね、みたいだね。スグルくん、いいの選んでます、うん、あー、なんかこんなミニキャラ的なやつとか選ぶんだ。そんなの選んでたんだ、うん、なんかこういうの選ばなそうなのになんか間違えたとかじゃなくてなんかそんな気もするよね、うん、あー、これはね絶対買うよ。私たちは最強なんだ、絶対買うでしょ、うん、あー、これもね、あれ、これと、うん、これとこれで買ってそうじゃない、ほら多分ね、ロージくんですね、うん、いいね、これですよやっぱり、はい、これと、あー、めぐみってやつですね、今は伏黒のやつ、うん、とやっぱり買ってました、着物の当時くん、着物の当時くん、このグッズさ、うん、ずっと待ってたの、初めてぐらいじゃない、アニメでもさあんまりないじゃん、このアクスタとか早く作ってくださいで残りが、うん、しょうこちゃんと、うん、なんか可愛いやつの可愛いやつ先生と、買ってんじゃん子供の、いや違う違う、子どもの恵みだけあった気がする。あ、単品のやつ？そう、うん、それをね買ってない、おそらく、うん、待ち受け変えただねこれ、うん、か今もう何の種類があったかも思い出せないんだけど、思い出せないし、これを本当に買ったのか選んだのかも覚えてない。いや本当にそう。はい、ということで最近の購入したものっていうか放置してたものを開封しました。当時くんいっぱい来てくれたのでね、とりあえず秋は当時祭り終了です。本当だね、ありがとうございます。よかったじゃん、開催されたんですけど、まあね、うん、冬がちょっと怪しいよね。ああ、冬の当時祭りね、うん、どうにかね当時くん冬も開催したいなって思ってます。どうやってなんか新しいグッズどうやって出してあと丸くじね、缶バッジサトルも嬉しかったし、うん、アクスタ来たのも奇跡なんだけど、ゆうじくんの、うん、なんだけどちょっと野原ちゃんも欲しかったんだよね。次はあのファンパレ、いやでも忙しいの、ファンパレも読みランも、うん、銀だこも来ちゃったから大変よ。はい、ということでね、うん、呪術廻戦好きな方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。まだいっぱい行きます。まだまだ行きます。はい、ジャンフェスもありますしね、止まりません。はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。あ、丸くじの皆さんの結果コメントでお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。